皆様いかがお過ごしでしょうか。ディープゲームニュースのお時間です。本動画では触れませんが、最近はエミュレータに関する不穏なニュースが多いですね。ディープゲームニュースは、ここ最近の中で注目度の高かった、ディープなゲームに関する話題を、テンポよくおさらいしていこう、というコーナーとなっています。また本動画では、エミュレータや中華ゲーム機の話題も扱うので、アレルギーのある人は、ブラウザバックでよろしくお願いします。では早速始めましょう。RGB20SX、パウキ D による最新ハード、RGB20SX のリークが公開されました。これはなんと縦型版 RGB30 のようで、1対1の正方形ディスプレイを備えたエミュレータ機です。RGB30 の正方形ディスプレイで遊ぶのは、これまで触ってきたエミュ機の中でもダントツの新鮮さ、遊び心地の楽しさがあるのでこれはかなり興奮しました。何が面白いかというと、正方形に近いゲームボーイなどのハードを遊ぶ際、実機よりもかなりの大画面で表示できる上、ディスプレイの余りがほとんどなく、画面占有率の高さがたまらなく良いんですよね。今回リークされた RGB20SX は、ビジュアルは過去の RGB20S のようなボタン配置で、詳細スペックは公開されていませんが、チップセットは毎度おなじみ RK3356、なので PS1 まではバッチリ動く性能感、ディスプレイは4インチの 720×720、カラーも結構豊富に展開されるようです。パウキ D さんなので、金額的にも安く買えることが想定できますし、一番アナログポケットに近いエミュレータ機といった感じになるんじゃないでしょうか。期待大です。ミオフリップと A30 発売間近？ミオミニでおなじみミオによる新作ハード、ミオフリップと A30 が来月発売されると、代理店ゴーゲームギークからアナウンスがありました。詳細はまだ公開されていない上、何度も過去のニュースで扱ってきたので割愛しますが、GBASP ライクなクラムシェルハード、ミオフリップは4月15日、4月21日、ミオミニ横型バージョンのような、ミオ A30 は4月15日、4月29日、とのこと、しかしまあかといって、アナウンスされた時期に発売されなかったり、アナウンスされてないのに突然発売したりすることも、まあまあよくあるので、温かい目で見守りましょう。GB仕様 UGL ディスプレイ登場、ゲームボーイシリーズなどのバックライト液晶を販売している、ハイスピーディーブーから新作の、なんと GB仕様の UGL ディスプレイが発売しました。ゲームボーイを実機で、しかも UGL のバキバキな色味で遊べるなんて、とかなり驚き喜びです。他に特徴を挙げると、オリジナルの GBC よりも 25% 大きな画面、タッチパネルによる設定変更で、色味を変更できたり、ドットとドットの間の線を描写するなど、アナログポケット的な表示ができるようになります。早速購入して試したい、ところなんですが、こちらはラミネーションディスプレイなので、シェルセットで購入しないと組むことが非常に困難です。なのでセットで購入したかったんですが、欲しい色がなかったので、そのうち買います。買った後レビューするかどうかは、要望があればやろうかなと思います。ニトロデデプラス、ニンテンドスイッチを、まるでスティームデックみたいな雰囲気にできるコントローラー、ニトロデックの最新モデルが出ました。その名もニトロデックプラス、このコントローラーはジョイコンのように、携帯モードで使うコントローラーで、スティームデックのようなグリップやバックボタンを搭載、より快適な操作をできるよう開発されたコントローラーです。従来のモデルと何が変わったのかというと、アナログスティックの位置が左右対称、上になった、ホールセンサースティックのトップは交換可能、HDMI アダプターでテレビ出力可能になった、割り当て可能なサイドキーの追加、というのがメインの変更点で、かなりエッジの効いた仕様になり、さらに独自のコントローラーになったような印象です。アナログスティックが両方下にあって左右対称というのはよくありますが、左右両方上というのはかなり珍しいですよね。ビジュアル的にもより洗練され、クリアボディでかなりかっこいいです。ニトロデック自体購入したいとずっと思っていながら、金額というか送料が高くて、今回のモデルも送料込みだと結局2万円くらいになってしまうんですよね。円安の影響もあるにはあるとは思いますが、さすがにスイッチライトと同じ価格くらいのコントローラーには、なかなか手を出せていません。しかし今回のモデルは本当に痺れるデザインだと思うので、なんとか入手したいものです。テクノポケット GO、とうとうここまで来たかと思いました。なんとこちらテクノポケット GO は、簡単に説明すると、ディスプレイのない携帯ゲーム機です。コントローラー部分に、AMD Ryzen 7849HS を搭載した Windows PC が入っていて、出力はスマートグラスにされるという、これまでのゲーム機とは全く違うコンセプト、そもそも聞いたことない会社だな、と思っていましたが、調べてみると、アフリカインドでトップシェアの、スマートフォンを販売している中国メーカーとのこと、PC なども出しているようなので、新参メーカーというわけではないようです。ただまあ、実際スマートグラスで PC を操作するってことになるので、マウスとかないと結構厳しいんじゃないの？とか、コントローラーだけで600グラムくらいあるんじゃないの？
とか、思ったり思わなかったりしますが、それはさておき、こういったハードも出てきたかという、チャレンジ精神にワクワクしますね。MSI クロー HM、あの MSI がなんとポータブルゲーミング PC を発売しました。なんだかめちゃくちゃ見覚えのあるビジュアルですよね。こちらは Windows を搭載した携帯ゲーム機で、ディスプレイは7インチの 1080p120Hz、 CPU は、インテルコアアルトラ7プロセッサー 155H、 16コア 6P プラス 8E プラス 2LPE22 スレッド、でメモリが 16GB、SSD が 1TB、バッテリーは 53Wh、 重量は 675g、で CPU と SSD が下がった回モデルもあります。何から何まで結構 ROG Aライっぽい感じではありますが、個人的に気になったのが、重量が 675g もあるんですよね。ROG Aライは 608g で、バッテリーが 40Wh なので、バッテリーが増えた分の重量、なのかもしれません。どう考えても Aライの対抗馬として出したような感じですが、一体どうなるんでしょうか。ミニ GB が話題に、アリエクスプレスにて販売されている、とんでもなく小さいサイズのゲームボーイが話題となっています。おそらくハンドメイドで制作されたもので、内部にはラズパイが入っていて、画面解像度は 160×144 ピクセルで、ゲームボーイをピクセルパーフェクトで映せるとのこと。充電は USB-C で可能。カートリッジ部分にマイクロ SD が差し込まれていて、そこからゲームイメージを読み込む仕様とのこと。ゲームボーイのみ遊べるアイテムとなっているらしく、まあ動かすのが楽しいコレクターズアイテムですね。私は小さいゲーム機愛好家。そう、わかりますね。個人的なニュースとしては、ありがたいことに、チャンネル登録が2万人到達しまして、非常に嬉しい限りです。しかしまあ、最近エミュレータの不穏なニュースが多く、プロのエミュカスとしては、割と不安な気持ちがあります。面白ガジェットが出続ける限りは、今後もなんとか現状維持で、続けていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。では今回のニュースはここまで、また来月。